将棋の藤井聡太五冠が初めて島根県を訪れました自分を将棋の駒に例えるとするなら子どもたちからの質問に対し強すぎる藤井聡太五冠のまさかの答えとは皆様盛大な拍手でお迎えください13日大きな拍手の中大人っぽい スーツ姿で現れたのは19歳6ヶ月の史上最年少で五冠を達成した将棋の藤井聡太新王将です島根県大田市にある三別荘は今回タイトルを獲得した第71期王将戦第6局の開催予定地でしたが藤井聡太王将が負けなしの4連勝で勝利したため対局は実現せず その代わりに行われた祝賀会のため、初めての島根訪問となりました。藤井聡太新王将、王将戦では苦しい局面も多く、4連勝は自分の実力以上の結果を残すことができたと感じています。三日目温泉に入りリラックスして、明日からしっかり取り組んでいけたらというふうに思っています。会には、 師匠の杉本正隆八段も出席。強すぎるで子をもつくのお話を披露しました。杉本正隆八段、藤井聡太師匠は会うたびに記録を作っていて、よく師匠はどんなプレゼントをするかと聞かれますが、彼は回数が多すぎるので、まとめてあげるようにしようと思っています。今のところ何もあげられていません。 祝賀会で藤井聡太新王将に花束を渡した中学生は、ありがとうございますと言われました。緊張したけど優しい方でした。と興奮気味でした。翌日、藤井聡太新王将は、地元小中学生との将棋の集いに参加、杉本八段との大盤解説も行いました。一方 小学生からの質問には意外な苦戦を強いられます小学生藤井聡太王賞は自分を駒で例えるとしたら何だと思いますか藤井聡太新王賞なかなか難しいですね王将や竜や強い駒を言えたら良いのですがそこまで自信がないので人として浜田歩みぐらいかなと思います次こそは島根での対局実現を。 藤井聡太五冠のさらなる躍進に期待が高まります。藤井聡太五冠が初めて島根県を訪問に4連勝した王将戦の幻の対局会場小中学生からの質問攻めには将棋の藤井聡太五冠が初めて島根県を訪問。子供たちからの質問攻めにたじたじになる場面も藤井聡太五冠。まさかの答えとは。 3月11日島根県太田市で開かれた藤井聡対王将を囲む会の会場で大きな拍手で迎えられた藤井聡太五冠実はここ国民宿舎三部荘は王将戦七番勝負第6局の開催予定地でしたが藤井聡太五冠が王将戦に4連勝したため幻の対局会場に その代わわりとしして、祝賀会が行われました。藤井聡太五冠対局がなくなってしまったのにもかかわらず皆様には温かく迎えていただき本当に嬉しく思っています初日は島根県に古くから伝わる伝統芸能石見神楽を鑑賞2日目は地元の小中学生との将棋の集いに参加対局を見て回ったり 師匠の杉本八段と大番解説をしたり、そして、子供たちからの質問コーナーでは苦戦を強いられる場面も、子供、自分を駒に例えると何という駒だと思いますか藤井聡太五冠、王将ですとか、竜などの強い駒を言えればいいんですが、なかなかそこまで自信がないので、人としては、まだ、 ふぐらいかなと思うんですすけど子供将棋でで勝つために大切なことは何ですか藤井聡太五冠勝とうと思えばいつでも勝てるわけではないのでなかなか難しい質問なんですけど勝ち負けよりもその局面自体をしっかり考えることが勝つことにつながると思います質問一つ一つ真剣に答えた藤井聡太五冠 その姿に、子どもたちは、参加した子ども、王者のやつ感があって、かっこよかったです、将棋について勉強になったなと思います藤井聡太五冠のさらなる活躍に期待が高まっていました。